株式会社アークコアは中古オートバイ買い取り専門店バイクランドを全国展開する会社である業界第2位かつてはソフトレンタル店も兼営していた名称セントレックス上場2002年5月1日バイクゲート有限会社として創業2007年に株式会社ゲオとの資本業務提携によりゲオグループの一員となり 2008年3月にバイク買取ブランドをモトソニックからゲオモトソニックに変更。2010年3月には買取ブランドを再度変更しゲオバイクとしたほか販売ブランドのモトソニックダイレクトをゲオバイクダイレクトに変更した。しかし同年7月にゲオが保有する株式を香港の投資会社に譲渡したためゲオグループを離脱している。 グループ離脱後も、それまでと同様に、ゲオバイク、ゲオバイクダイレクトブランドをそのまま使用していたが、2012年5月に、株式会社、ゲオホールディングスより、ゲオバイク、ゲオバイクダイレクト等の営業表示の使用は、不正競争防止法に違反するものとして、その使用の差し止め、表示の抹消等を求める、旨の訴えが提起された。 その後2013年10月に和解が成立し、ゲオショップ FC 全6店舗をゲオホールディングス及びゲオに譲渡したほか、ブランド名も買取ブランドバイクランドに、販売ブランドバイクランド直販センターにそれぞれ名称を変更している。主な事業は中古バイクの買取専門店バイクランドを運営するバイク事業のほか、 フィットネスジム、エニタイムフィットネスの FC 店や、ゴルフスクール、ステップゴルフの FC 店を展開する、フィットネスゴルフ事業、唐揚げと卵焼きの専門店、唐揚げの天才の FC 店を展開する、飲食事業なども行っている。一般ユーザーのもとに出張査定し、現金にて買い取りを行う、無料出張買い取りを基本とする。買い取り仕入れ後の車両は、 整備を行い商品価値を高めて、主にオートバイオークションを通して販売。かつては、ゲオバイクのブランド名だったが、2013年にバイクランドに変更している。近年では、自社が運営する、ウェブサイトからの仕入れを促進することにより、トータルコストの削減に成功している。武蔵浦和店及び、横浜情勢側店では、アップガレージライダース店舗を併設していた。 音楽、映像ソフト及び書籍のレンタル、販売、ゲームソフトの買い取り、販売などを行っていたが、2013年に全店舗を譲渡し、ゲオショップ事業より撤退している。ありがとうございます。